の柳川高校とそしてミキハウスジャパンの対決です。この決勝戦の模様、解説は全柔連強化コーチ山口香織さん、ゲスト田村涼子選手、そしてリポーター草アナウンサー、実況武でお送りします。そしてこの決勝戦ですが、主審はチャイニーズタイペイの呉勝武さん、副審が日本の正木輝夫さん、もう一人の副審がカナダの伊佐尾倉本さんです。三子審判です。さあ試合前の挨拶、そしてこれが両チームのオーダーです。まあ、見るからにあの若手とベテランの対決ということですね。まあ、この試合で新旧交代になるかというところですよね。それとも引退を決めている小林、田辺両選手がまだまだ力の差を見せてくれるのか、そうですね、その辺にもね興味が集まりますよね。準決勝と比べてあのミキハウスジャパンなんですが、中堅副賞を入れ替えましたですね。そうですね、佐々木選手を先に持ってきてるわけですね。はい、さあ決勝戦、まず先鋒戦第1試合、ミキハウスジャパン酒井、柳川高校は酒井選手です。この酒井選手が準決勝ミキハウスフランス戦で見事にポイントを取りました。棋戦を制する戦いぶりでした。田村さん、はい、この酒井選手というのはどんな選手なんですか？もともとは48キロの選手だったんですけど、まあ、本当強化合宿とかでも何度かやったことあるんですけど、上手い柔道をされます。どんな技が得意技ですか？まあ、よくわからないですけどそうですかどっちも酒井選手ですね。そうですね、字は違うんですけれどもね、はい、そうですね、48キロに出てたにしてはちょっと今は大きいですね、体が。柳川高校も酒井選手、ミキハウスジャパンは酒井澄江選手、赤い帯を巻いておりますのがミキハウスジャパンです。ミキハウスの酒井選手はですね、あの去年のフランスミキハウス大会、はい、これでも先鋒に起用されて大活躍の連続だったらしいですね。そうですね、あの個人戦でもですね、はい、あの活躍してはいますけれども、あの団体戦に向いてると言いますかね、はい、非常にあの先鋒として力を発揮する選手ですよ。今山口さんがおっしゃったように本当に不思議なもので、団体戦になればさらに力を出す選手というのはいますね。そうですね、本当に。画面の左側がミキハウスの酒井澄江選手です。現在21歳。でもこのあの決勝戦というのはですね、まあ、団体戦すべてそうなんですけども、はい、この先鋒戦大きいですよ。大きいですよね、はい、まあ、後の流れが全然変わってきますからね。そうです。武さん、はい、クッさん、まず高校生チームで初めてですね決勝に進んだ河野監督の試合前の表情なんですが、今日は出来は100点以上やれると。さあポイントになるか。ポイントではありません。はい、どうぞ。例年ね、年末年始は寮は閉鎖されているんですが、今年はこの大会に備えて年末年始の休みは返上でやってきたと、はい。で向こうは名前とキャリアは上だが、名前負けせずに普通にやったら負けることはないと、こういうふうに非常に気合が入ってました。でね、この酒井、柳川の酒井選手は一番心配しているやつが今日は全部取ってると、なるほど、これで波に乗れているんだろうな、はい、ということを言ってました。決勝前、柳川高校河野監督の表情、草アナウンサーでした。これだけ足が絡みますとなかなか寝技に持ち込むのは難しいですかね、はい、上になっているのがミキハウスの酒井選手です。ただ先ほどの準決勝でですね、ミキハウスの酒井選手を抑えておりますんで、そうなんですよ、審判も比較的よく見てくれますね、はい、こちらは柳川高校の河野監督、吉村選手に代わって登録変更で登場いたしました柳川高校の酒井選手。4分間で争います各試合ですが、残り1分30秒を切ろうとしています。まだ両選手にポイントはありません。組み手はですね、ミキハウスの酒井選手の方がいいですよ、はい、軽く左足を飛ばしました。赤い帯がミキハウスの酒井澄江選手です。ミキハウスは先方が酒井澄江、そして受方が藪下。武さん、ハイクさん、一方ミキハウスの橋本監督ですが、今日は本当に監督生活も長いが、なんかこう爽やかというか力がうまく抜けている感じがすると、はい、やっぱりあの田辺と小林の引退ということがあるんでしょう、で相手は海外のチーム、社会人の強いチームを破ってきている実力チームだから、はい、高校生と思わずにやれと、こういうふうな指示を飛ばしています。なるほどね。
さあまず大切な先鋒戦ですが、残り1分を切りましたがポイントはありません。ただの準決勝のね、柳川高校の酒井選手は残りもほんのわずかなところでポイント取りましたよね。そうですね、集中している証拠ですね。でしょうね。田村選手もね、去年一昨年になりますね、福岡国際でね、そうそう、最後のあのもう1秒というか、ブザーと同時に投げたことありましたけど ね、やっぱりああいうことあるんですよね。残り間もなく30秒になろうとしてますが、田村さん、その辺ってのはやっぱり集中力なのかな。そうですね、集中力だと思います。はい、意外と選手は時間未来でかけてるのかもしれないですけど ね、はい、ミクハウス対柳川高校の決勝戦、やはりお互い慎重ですね。はい、まもなく残り10秒を切ろうとしています。両選手にポイントはありません。決勝を迎えるまで各試合本当によく技が決まっている今年のこの大会ですが、もうほとんど時間がありません。ミクハウス、酒井、柳川高校、酒井、両選手の対決、先鋒戦、両選手にポイントはありませんでした。引き分けです。第1試合先鋒戦は引き分けました。そして受報戦、ミキハウスが破した、柳川高校が家入り。藪下選手は山口さん、もともと56キロの選手でしょ、はい、そうですね、はい、一方家入選手は52キロですよね、はい、まあ、しかしあの柳川高校ですね、高校生、はい、高校の単独チームですけども、非常によく選手揃えてますよね。それですよね、はい、まあ、田村さんは、まあ、個人戦は抜群に強いんですけども、はい、復興大全体どうなんですか、はい、あの団体戦柳川高校に対しては。そうですね、うん、まあ、県では 2番というか柳川高校はつ、はい、強いんですけど、大体、まあ、柳川高校の次ぐらいの実力は待ってます。黒帯の上に白い帯を締めておりますのが福岡の柳川高校、赤い帯がミキハウスです。田村さんはですね、これももう一昨年になりますかね、国体の時にはここにいる、佐野選手と一緒のチームで、はい、福岡県チームとして出場して優勝してますね、はい、国体の場合は、まあ、いろんなあの、ね、はい、高校代表の場合はいろんな高校があの集まってきますからね。先鋒戦は引き分けです。受報戦、ミキハウス、藪下、そして柳川高校、家入り。この家入選手っていうのもですね、なかなかあのいいものを持ってますよ。そうですね、非常にあのファイトのある選手ですね、はい、田村さん、クラスは違うんですが、この家入選手どうですか、はい、まあ、小さい時からやっぱり、同じ福岡なので、はい、ずっと試合をやってきたんですけど、なるほど、まあ、勝ったり負けたりと。なるほどね、はい、田村選手と勝ったり負けたりって言ったらすごいですね。すごいですよ、本当に。まあ、柳川高校の場合はもうインターハイを含めましてね、女子の団体も高校では本当に確かにもう宿賀学院あるいは福岡大付属、この辺がかろうじて勝負ができるかなというぐらいですよね。そうですね、ちょっと水を開けてるという感じですね、最近は。さあ、高校生のチーム、単独チームがこのオリンピック選手2人を含むミキハウスを破るチャンスはあるんでしょうか。先方戦は引き分け。ただですね、あのミキハウスはですね、後にいい選手を残してますんで、柳川としては先方時報で勝負をかけたいところですけどもね、うん、ただまああの準決勝に関してはですね、あの佐野、佐藤、はい、柳川高校中堅副将が大活躍はしましたけどもね、はい、試合時間は4分間、第1試合は引き分け、そしてこの第2試合、腹ばいになりました、はい、ポイントではありません。口引き倒しですけど、そうですね、良かったですね。さあ、その辺見ていただきましょう。足をかけて、そして足を持とうとしました、うん、柳川高校は家入、ミキハウス、藪下恵です。ちょっと家入選手のペースになってきましたかね、はい、試合時間ちょうど半分を過ぎましたが、まだポイントはありません。こちらがミキハウスの藪下、藪下選手もですね、攻めないとですね、はい、あの国際ルールですので、それなんですよ、指導がきますからね、このあたり指導であってもポイントですからね、大きいですよ。試合の中盤ぐらいから流れは家入が支配したんでしょうか、はい、公開上のポイントありません。すごい、これは十分体がついていきました家入。なんかあの場外間際あるいは審判待て直前の足を取られるというシーンは
浜田さんごめんなさいね、あのノパク選手にね、なんか効果取られたシーンをまず思い出しましたけども、はい、やっぱり山口さん、その世界のベテラン選手になると、はい、ほんの一瞬の隙ってのはつくものですか。そうですね、特に外国の選手、さあこれはどうでしたね、有効、はい、ミキハウスポイントを上げました。先ほどから再三ですね、この、はい、一本背負い投げですね、かけてましたけど最後倒れましたね。そうですね、はい、藪下が背負い投げで有効を取りました。これは大きなポイントを上げました。藪下です。途中、はい、しつこさがありますよね、技に。なるほどね。待て、残り試合時間2分ぐらい、試合の流れはひょっとしたら有利かなというところはありましたけれども、ね、はい、さあ有効を取りました藪下。この一本強い、はい、ポイントを上げました。主審の判定は有効でした。そして今試合が止まりましたが、残り試合時間、この時報戦1分です。藪下ポイントリード、一本背負いで有効を取りました。さあ今の感じだとまだ有利のチャンスがあるという感じですが、さあ時間が過ぎます。この辺りが藪下選手うまいんですよ、しぶといですよね。有利選手はですね、はい、もう立ってしまいたいんですね。ですね。立ち上がろうとするんですけれども、藪下選手はですね、必要に寝技で、まあ、時間をですね、うまく使ってますね、はい、ようやく時計が今止まりました。残り26秒、はい、これでもう20秒使うんですからね。使ってましたね今、はい、確かに本当に山口さん言われる通りですね、有効を取っています。左に回り込むゼッケン102番が藪下。もう一回一本背負い、残り15秒を切ろうとしています。決勝戦は柳川高校とミキハウスの対決。もう一回この一本背負いで有効を上げているミキハウスの藪下。もうほとんど時間がありません。はい、またうまく時間を使っている藪下。最後なんか効果でも良かったような感じで藪下が攻めて試合終了。そうです ね、 ね、このポイントは大きいですよ、はい、文句なし有効を取りました。時報戦、ミキハウス藪下対柳川高校家入りの対決、ミキハウス藪下の優勢勝ち、内容は有効でした。これで1対0ミキハウスリード。さあ残りは3試合です。